こんにちは、トマです。いきましょう、イベント直前の短いやつということで、明日からですね、明日から、はい、もうお知らせはいいでしょう。ファイナルファンタジーコラボイベント2回目かな、 FF コラボと言われてるやつやね。前回で言ったらクラウドとかセフィロスとかそういうやつです。はい、早速最新情報の方行きたいなと思います。まずは出てくるキャラです。はい、めちゃめちゃ多いね、めちゃめちゃ多いわ。16体かな。コラボだから多いね。で、ちょっとね、俺自身はあんまり FF 分かってないんやけど、この左上のやつかな、これが Z ランクらしい、ノクティスかな。はい、あのアイコンにも載ってたかな、アイコンに載ってるやつです。はい、 Z ランクはノクティスと一体っぽいね。おそらく一体っぽいです、 Z ランクは。で、この情報は確かではないけど、なんか SSS は4体っていうのはちょっと聞いたかな。ただ間違ってる可能性もあるからあれだけど、 Z は1体です。で、 SSS はもしかしたら4体かなといった感じですかね。はーい、次が、まあここはもう予想してた人もいるかもしれんけどね、あのおはじきです。はい、安定のコラボイベントといえばなぜかこのゲームはね、おはじきやからね。上が、ジタンだったかな、ジタンだね。で、下がクジャかな。あ、ちょっと前回とは違います。はい、おはじきバトルがまた2つね、あるといった感じで、あとはこれやね、これはやばい。チームが2つ選べるのかな。前も確かなんか選べたんだけど、それに、ヒカキンさんチームとセイキンさんチームっていう感じでね、なぜかここで登場するっていうね。多分あれがね、いや、わかんない、これは予想だけど、 FF コラボってさ、多分そのプニやってる人ってあんまりわかんない、その世代的にね、わかんない人が多いから、ここでね、あの大人気のヒカキンさんセイキンさんを入れることによって、こう、なんていうの、ゲームをやりやすいというか、こう入りやすいようにしたんじゃない？いや、わからんけど、そんな気がするわ。さっきのあの、なんていうの、あのキャラのとこにこのヒカキンさんとセイキンさんのプニはいなかったから、キャラとして登場するっていうことはないかな。ただここで登場するだけですね。はい、これキャラとしてもね、必殺技とかあったら面白かったのに。まあそんな感じです。どっちにしようかな、どっちにしようかな。多分前どっちでやってたっけな、忘れたけど、ヒカキンさんチームの方にするかな、おそらく。おそらくこの青い方にするかなと思います。で、あとはあと3つです。パッパ行きましょう、短いやつやからね。アイコンです。これはまああれやけどね、まあ FF ファイナルファンタジー大好きやっていう人にとってはかなり熱いのかなと。結構なんかあれじゃない、わかんないけど、いい感じのアイコンやない？いや、わかんないけど、そんな気がするわ。はい、いいアイコンも多いですね。あとアイテムが1個ある。この剣みたいなやつ、ソードみたいなやつがあって、まあもうプニをね、長い間やってる人はわかると思うけど、前のFF コラボの時もあのリボンね、クラウドガチャでリボン出して、それをクラウドと合成して Z ランクのクラウド作ったっていうみたいな感じだったと思うんだけど、まあ今回ももしかしたらこれがガチャに入ってるかもしれないね。これがガチャで入ってて合成して、ノクティスかな、これを作るっていう可能性も全然あるかなといった感じですかね。なんか俺前回のさ、リボンめっちゃ回したらしいんだよね、言われたんだけど、動画見てくれてる人に言われたんやけどさ、580連ぐらいしたらしいから、ちょっと明日のガチャは、まああれやけど、まあまあ大丈夫でしょ、なんかこれなら出る気がするわ。はい、そんな話はどうでもいいですね。ラストです。シフトアサルト G、 必殺技かな、ノクティスのシフトアサルト G っていう必殺技らしいです。はい、以上かな。はい、短いですね。最後キャラ出しとく。16体やね。結構きついでしょ、多分。ガチャのあれが多い気がする。ガチャのキャラが。まあそんな感じで。明日やね。まだ俺多分ね、リボンあるんだよね。なんか、確かにリボン取ってたんだよね。そんな記憶がある。ほら。エアリスのリボンね。これを、あの、クラウドと。確かクラウドは誰でももらえたんだよね。みんなもらえるクラウドと合成したら前は Z ランクみたいな感じだったから、多分
同じような感じになるんじゃないかなと思います。明日またガチャ動画からね、いつも通り始めたいと思いますので、大丈夫でしょう。大丈夫だと思う。200連で出すからね。まあ出るまで引くけどね。はい、明日のガチャ動画でお会いしましょう。